フレデリック・レイトン、孤独・孤独とは他の人々との接触、関係、連絡がない状態を一般に指す。自分が一人であると感じる心理状態を孤独感と言う。クラーク・ムスターカスが孤独感には自己阻害、自己拒否から来る孤独と実存的孤独があると述べているように、孤独とそれに伴う孤独感には自分と他者、世界との関係で捉えたものや、 人間の存在そのものから来る孤独感など様々な視点がある。例えば、深山遊国にたった一人でいる場合だけではなく、大勢の人々の中にいてなお、自分がたった一人であり、誰からも受け入れられない、理解されていないと感じているならば、それは孤独である。この主観的な状況においては、たとえ他人がその人物と交流があると思っていても、当人がそれを感じえなければ、 孤独と言える。文学的には、赤寥という言い方をすることがある。哲学者の三木清が、哲学の音の中の進言で、孤独は山にはなく、むしろ町にあるという趣旨のことを言っているのはまさに、そのことを指していったもの。孤独には、それに近しい、もしくは含まれる概念が多数存在する。という言い方もする。一人でいて、それが、ただ寂しいという場合もある。 英語では、この単なる人恋しくて寂しいという場合は、ロンリネスとして、ソリチュードとは区別される。他にはがあるが、こちらは、当人の主観はどうあれ、その優れた性質にもより他が近づきがたい状況を指す。単に人気だとか不快とかで近づきがたい存在を指して、孤高とは呼ばず、他の追従を許さない、優れた性質を表す場合に使われる。用法としては、 孤高の天才など、孤独の感じ方は発達段階の各時期によって異なることが知られている。落合義行によれば、児童期の孤独感は物理的に一人になった時に体験するものがほとんどである。思春期になると周囲に人がいても疎外感の体験などから孤独を感じるようになる。青年期には他人との関係ばかりではなく、自分の内面との関わり方。 考え方の違いが重要な要因となる。老年期になると単身世帯になる場合や、活動や交際範囲が縮小するなど人や社会とのつながりが減少しがちであり、孤独感との関連性が見られる。また、死を意識するようになり、人生を超えた時間的展望の中で孤独を感じるようになる。有益な交友関係の量や質に対する満足度は、 主観的な幸福量を決定する上で重要なファクターである。ソーシャルキャピタルが欠落した状態では、人によっては心身の健康を害することが知られている。孤独感を測定する UCLA 孤独感スケールと呼ばれる基準によって行われた研究では、孤独感の感受性は他人を信頼できるかといった個人の性格の特性の一つとされている。 孤独感の感受性は遺伝するということが、行動遺伝学の双子研究によって示されており、二卵性ソーセージより一卵性ソーセージの方が、孤独感の感じやすさと強い相関性が示された。VBM 検査を使った脳の研究では、孤独感の感じやすさは、情動系よりも、視線などの他者からのシグナルを解釈する、基本的な社会信号近くを司る部位の発達に、 関係があると見られている。社会信号の認知能力は、訓練や他者とのコミュニケーションの頻度を上げることなどで、向上する可能性はある。ドロセアオレムのセルフケア不足看護理論では、普遍的セルフケア要件として、孤独と社会的相互作用の維持が挙げられており、片方を集中や排除するのではなく、両者のバランスが重要とされる。古今東西の宗教では、 修行の一環として自ら人間関係を断ち、孤独にこもる行為が知られている。キリスト教では、イエス・キリストがラノで40日間彷徨ったとされる。その他、修道士の始めとされる聖アントニウス、アシジノ・フランチェスコなど修道士や忍者、忍衆士と呼ばれた人々の流れに、それを見ることができる。広大のキリスト教神秘主義者も少なからず孤独を体験している。 インドのヒンドゥー教ではヨーガなど、瞑想の修行や、苦行に励む人々の存在がいて、現在でも、僻地で目にすることができる。仏教を開いた釈迦も、初期の修行で苦行者を見聞きし、自らも孤独な苦行を体験した。最終的に釈迦が開いた涅槃の境地も菩提樹の下で一人で、いた時に得たとされる。日本では、 主言道の山伏といわれる行者が山にこもる修行が知られているほか、中世には西良吉田健康などにより、つれ連れ草といった文学作品が生み出され、忍者文学と呼ばれている。オーストラリアのアボリジニの中では、人生も終わりに近づいた老人が数となり、瞑想生活に入る。彼らはドリームタイムといった神秘体験をするという、人間の精神性において、 孤独は必ずしもネガティブなものというわけではない。ドイツの哲学者マックス・シュティルナーが孤独は知恵の最善のウバである。という格言を残しているように、孤独状態において人間は自分の存在などについて考えることを強いられ、その結果、創造性、創造力などにつながると多くの哲人は結論づけた。このような精神の働きは、 心理学の側面から消化と呼称され、文化や芸術における創作活動では、それから生み出された作品が数多く存在する。この中には、石獄とした心理を表現したものから、より工事の存在を表したもの、または孤独によってました愛情をさらに濃密に描き出したものなどがある。フランスの哲学者、エマニュエル・レビナスは、主体の孤独とは、そもそも主体が、 救いの手を差し伸べられることなく存在しているという事実ではなくて主体が自分自身の餌食として投げ出されている自分自身のうちに引きずり込まれているということなのであると述べている友人、同僚、その他宗教、スポーツ、文化グループの人々と全くあるいは滅多に付き合わないと回答した割合社会や文化によっては孤独は良くない状態として見られることがあり こと日本では孤独を社会から孤立していることと同義に扱われる傾向が根強い。民族学的に見てもアニミズム感から孤独な状態にいる者には悪霊がつくと信じられている地域もあり、それらでは一種の呪術的側面から声をかけるといった風習も見られる。こういった文化の強い地域では孤独と見られる状態にある者には、 積極的に他者が働きかけることこそが美徳とされる。ただ上に挙げた通り孤独は必ずしもデメリットばかりとは言えず、むしろ望んで孤独を楽しむという文化性を発揮する者たちすらいる。こういった文化性は個人主義の根強い地域により強く見出せるが、こと個人主義の傾向が民族比較論的ジョークのネタともなる英国において、 社交会場にて壁際で佇んでいる者に無闇に声をかけることはむしろマナー違反ですらある。豊かなイギリス人ではあるものの弁として米国と英国のパーティーを比較した場合を例として示している。米国のパーティーで一人所在なさげに立っていると寂しかろうと誰からも声をかけられるが英国の場合では彼は孤独を愛しているのだと判断して放っておくのだという。 なお、同書によれば冒険家、上村直樹が1979年に英国で、世界で最も勇気のあるスポーツマン賞に選ばれた際に、受賞式パーティーで、黒岩徹の隣に居合わせたナオミ・ジェームズが、公開中、寂しくなかったかという黒岩の質問に答え、寂しさを克服できる力さえあれば、別に寂しくありませんとした上で、単独北極横断を行った。 上村の冒険に関して、もう一人の直美も、この力を持っていたのでしょうと述べたという。一概に孤独とは言っても、その各ののには、多くの状態や種類があることを考慮すべき側面も、存在する。暗く沈んだ気持ちにあるものに励ましを入れたがる、傾向を持つ者も,もいるが、こういった、精神状態において、励ましにより、状態が改善されず、むしろ、ストレスとなる恐れがある。 特に医学的に治療を要する精神疾患としてのうつ病では段階によって激励をしてしまうことはむしろ医学上の禁忌である。ありがとうございます。